ブレツ王は、白ラの第二十九代の王であり、聖は金、意味名は春秋。父は、第二十五代、マチ王の子の遺産の金竜春、母は、第二十六代マピラ王の長女である、天明公主、実ップは、金竜春の兄の金竜樹。旧当女、新当女には、新徳女王の弟と記されているが、三国式、白ラ本義、大宗ブレツ王記の文中ではこれを誤りと、 指摘している。王妃は各官の金のブルゲンの娘の金文記、金宝姫であり、金有神の妹にあたる。この時代の白木は、唐からの遠征を撃退したことで勢いに乗る、コ栗と、かや地方を80年ぶりに、白木から奪回したくだらからの圧迫により、疲弊していた。旧した白木は、隣国の支援を求めて、王族の金春秋を、コ栗日本に派遣したが、 どちらも成果を上げることはできなかった。対日本の場合、大化2年に日本から県白木氏として高婿の原理が派遣され、白木から美馬内の長を廃止させ、白木から日本に人質を差し出させることとなり、翌大化3年に高婿のは春秋を伴って帰国し、春秋は人質という身分でしばらく日本に泊まった。翌648年、 今度は党に派遣された。金春秋は、太公国で、思惑の一致する体操の交流を受けた。特進の地位を与えられ、支援を得ることに成功した。翌年、金春秋は党への強順を示すためこの金文王を、党に残して帰国し、さらに、高層の永久元年からは、白木独自の年号を廃止し、党の元号を使用するようにした。652年。 金春秋が即位すると、党からは、海府義堂三次、白城王に封じられ、合わせて、落老軍王を増風された。654年5月に、李法府の例に命じて、律令を詳しく調べさせ、李法府閣64条を制定し、白城における東風の律令制度の基盤を整備した。また、遺産の混号を、上代党に任命するとともに、 なみちんのふみただを中侍に任命し、官位の低い貴族を能力本位で養殖につけることで、旧来の中央貴族による上代党制度と信仰の出事部による政治制度との競合を図り、王権の強化にも努めた。あとに658年にはふみただを遺産に引き立てて、中侍には王子の金文王を任命した。660年1月に上代党の金剛が死ぬと、 後任には、金油信を当てた。六百五十五年一月、高ークリ、九ッカダラの連合軍が白木に攻め入り北部辺境の三十三条が奪われたため、党に使者を送って、救援を求めた。これに応えて党は、栄州ととかほど殴り、右栄中部と小祖定砲らを使わして、高ーを攻撃している。六百五十九年にも九ダラが国境を犯して、攻め込んできたため、 唐に出兵を求める使者を派遣した。白木からの再三の懇願に応え、660年3月、唐は水陸13万の兵をくだらに送り、金春秋も、唐軍の総監として5万の兵でこれを迎え、くだらの議場を下して、これを滅ぼした。11月、金春秋は外戦して、論功交渉を行った。この時に評価されたのは、 中央貴族の私兵層ではなく、位の低かった地方豪族や投降してきた旧クダラの官人に重点が置かれており、白際王の直接支配できる軍事力の拡大を図っている。党はクダラを平定すると5つの都徳府を置き、党に協力した地方豪族を各地の都徳に任じ、旧都の有心には当軍の陳賞、劉人紀が駐在した。このくだら不は後に、 当軍の対日工作基地となる。661年、当の高栗出兵に参加した、金春秋は、軍を北上させている途上で病に倒れ、661年6月に陣中で病死した。金城英慶寺の北に埋葬され、武ツ王の送り名と体操の病号を送られた。また、当の高僧は、金春秋の死を一般で、洛陽の縄文で葬儀を行った。 あとに、第36代の恵ぐみやの時代に、白らの祖廟を定めたときには、恵ぐみやの父系徳王、祖父聖徳王と合わせて、禁止の始祖である13代目、数日金、三国統一の偉業を成した、ブレツ王、文武王を選んで5廟とし、味数日勤、ブレツ王、文武王の三者については、代々不変の旨としたという。ブレツ王量は、 現在の京昇北道京州市政学道にあり、その両費は大韓民国の国宝第25号に指定されている。講談社デジタル版日本人、明大辞典プラス、金春秋。コトバンク、2021年9月5日閲覧。三国維持王歴では王妃について、君帝夫人とし、文明王公は送り名であるとする。日本初期大化2年9月上。 日本初期大化三年上、旧当初二211、白木殿、三年、正則卒、ため巨愛、美琴のりもし春秋積む、立ため、白木王。果樹海婦義堂三子、風九郎軍王。世界各国市長選史、武田幸七78ページ北海学園大学、追悼の北東アジア支配と和国の政変、川端春一郎当時の白木の軍事力の中核は、 王都近所付近を地盤とする中央貴族の紙兵の連合であって必ずしも白木王が軍事力を掌握していたわけではなかった。くだら討伐戦やその後の句麗討伐戦における王の論功交渉は下級の地方豪族や投降した敵将など中央貴族の紙兵として属していない層を重視しておりこれらの階層が三国統一後の白木王権を 支えていくことになった、と見られている。三国維持記大宋春秋金枝には、愛光寺の東に葬られたとある。また死去の年齢が59歳であったと伝える。三国式巻32、祭祀し。ただし巻9、恵康み大きには対応する記事は見られない。ありがとうございます。